なんじゃこれ。腐ってるやん。はいどうも、ブラックパンダです。今回修理していくジャンクはこちらです。3000円でショップインバースさんで購入、起動 NG のレノボ G500 っていう機種ですね。後ろに Windows 8 のシールがあったんで、割と最近のモデルだと思います。それでは早速動作確認してみましょう。今安定化電源をつないだんですが、全く電流が流れていません。分解して中を見ていきましょう。最悪や、初めて使ったのに。そう、はい、やってしまいました。ゴム足の裏に隠しネジがあると思ってこじってたんですけど、実はね、バッテリーの裏にネジが2本あって、それを外せば簡単に開けることができました。残念です。はい、冒頭でもお見せしましたが、こちら何かこぼしたんでしょうか。基板がすごい腐ってますね。マザーボードを取り出したので電圧を確認してみます。テスターで調べた結果、 20V ラインは生きているようです。ただ、3.3V や 5V を確認することができなかったので、さっきね、水没して基板がダメになったところ、そこを一度洗浄して確認してみたいと思います。はい、洗浄しましたが、思ってたよりダメージがひどくて、チップの部品がですね、一つボロボロになって取れちゃいました。ここがね、ちょっと何だったのかわからないんですが、後で調べてみようと思います。はい、それともう一箇所ダメになってるところがあって、ここですね、この抵抗がもう外れちゃってますね。ここどうやらね、0オーム抵抗なので、ここはそのままハンダでブリッジさせれば対応できるかなと思います。さっき取れていた0オーム抵抗のところをマイクロスコープで拡大してみました。こっちはなんとかパッドが残っているんで、ハンダ乗りそうですね。こっちは洗浄中にボロボロになって取れてしまったところです。パッドが剥がれているので、ちょっと基板を加工してハンダを乗せないといけませんね。で、今からここに何が乗っていたのか調べてみようと思います。はい、回路図が落っこちていたんで引っ張ってきました。調べると、この矢印の抵抗がどうやら取れてしまっているようですね。ここがダメになって、この黄色の矢印の 3V 5V が出力されていないんだと思います。そしたら基板をいじっていきましょう。はい、左上の部分はハンダブリッジで対応しました。で、このパッド剥がれの方なんですが、今からちょっと基板を削ってパターンを露出させてからハンダを乗せようと思います。パッドが剥がれていた方は基板を削って中にある配線を露出させました。こんな感じですね。はい、こんな感じで電線をハンダ付けして対応しました。この状態で電圧を測ってみると 3.3V、5V がちゃんと出るようになりました。なので起動確認してみたいと思います。
安定化電源に変化がありました。少し電流が流れるようになってます。仮組みしたので起動するか確認してみます。無事起動することができました。この機種はこのボタンを押さないとバイオスに入ることができないみたいです。しかしちょっとヤニ汚れでね、このパソコンすっごい汚いんで、バイオスを確認したら一度全部洗浄してから組み上げたいと思います。はい、バイオスはこんな感じですね。CPU はセレロンですね。まあ修理さえできればね、スペックなんて僕はどうでもいいんですけどね。それでは洗浄したんで組み上げていきます。はい、今回はね、目に見えて損傷があったのですごく簡単に修理することができました。あとね、実は今タブレット PC を修理しているんですが、ちょっと部品が届かなくて手が止まっている状態です。2週間後ぐらいね届くと思うんで、その頃には動画にできると思います。次は X220 の改造をやっていきます。今回は以上です。ありがとうございました。